波佐間、考え直したらどうだ。先生、僕ミュージシャンになりたいんです。なあ、まあな、夢を追いかけたい気持ちもわかるがさ、お前はな、頭はいいんだぞ。ほら、努力次第では東大だって夢じゃないんだ。なあ、大学行ってみたらどうだ。先生、僕はもう大人の敷いたレールは走りたくないんです。どうした？なんで急に前見てカッコつけたんだよ。お前先生と喋るよ。分かってる。だからお前が大学に進みたいっていう道はそのお前のレールだろう。だから大学行ってからな、音楽やったらいいだろう。先生、俺の進路でしょ。なんでカッコつけんだよ、わざわざ。知らねえ、分かってる。だからお前がこれ喋ってんだろうがよ。先生、 J-POP は僕が守るんだ。お前 J-POP やりたかったの？うわ、先生、てっきりロックとかパンクなのかなと思って、 J-POP だったの。そうですよ。あ、J-POP だったらなおさら大学行こうな。絶対大学行った方がいいよ。先生、 J-POP を愛せないのなら、俺が死んだ時俺のお墓を蹴ってくれ。誰と喋ってんだよ。誰と喋って、何言ってんだよお前。知らない、お前のお墓のことの話してないんだから。な、大学ほら行ったってさ、あれだよ、まあ、有名なミュージシャンいっぱいいるんだから。でも一流ミュージシャンは大学なんか行ってませんし。そんなことないよ。僕はね、ユイみたいにストリートミュージシャン。ユイみたいになりてえの？なんだ、びっくりさせるなお前。え、ユイ？そうですよ。女の子だよ。そうですよ。いや、お前男じゃんか。そうですよ。そうですよじゃねえよお前。だからな、お前、まあ、ミスチルとかサザンとかもみんな大学出てさ、大学行ってる途中だとか、そういう時に音楽。もう分かりました先生。じゃあ聞いてください。だから聞いてる、お前の話聞いてる。違います、歌を聞いてください。いやいや、歌はいいよ。波佐間、やめろって。おい、いい歌。もうなんでギター持ってんだお前。なん、いい、聞いてくれた先生も分かります。気まずいんだよこんな。お前無理だって。おい波佐間、やめろやめろ。分かった分かった、大丈夫か。それでは聞いてください、ブラッディ・メアリー。ダセーなおい、なんだよ。あ、波佐間大丈夫だから、ちょっと鳴らすな鳴らすな。ブラッディ・メアリー、気持ち悪いなお前。お前いつになったら大丈夫だって。あ、揺れに教室だぞここなあ。イエーイイエーイってなんだ。浮かんでは落ちる砂のようだぜ。俺な、音楽の先生でもないからさ。掴んでも掴めない星のようだぜ。よし、うん、なんとなく分かったから、まあとりあえず長いなお前。結構長いタイプのやつやるな。そう、俺はパイレーツ。何の話だお前。パイレーツ回りたい回りたい。何も伝わってこないからさ。愛という愛。あ、俺俺俺俺俺俺俺、それ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 、愛愛愛愛愛という名の矢を君に。すごいハートしてんなお前。刺したい、まあ、刺さらない。どっちどっち、刺さるの刺さんないの。オーマイハート、プレゼントフォーユー。座れ座れ、もう。 I need you, I want you。 誰と喋ってる。 I want you。 2回出てきたの I want you。 俺は一人ここで頭を抱えて悩んで悩んで先回りする僕。うん、気になった。君がいない、一体どこに隠れんぼ。僕のことを知らない、君がいない、一体どこに隠れんぼ。ボーってなんだよ。僕のことの心、心の中めちゃくちゃない。なんだこれ。あ、一個入った。もういいよ。どうですか。ないよ。あります。なんでお前が言うんだ、ありますって。ありますよ。どこあったんだよ。もうピック取れなくなっちゃってバッコンってぶつけちゃったじゃないかお前。何動揺してくれてんの。知らない、もう無理だよ。大学受験、お前頭がいいんだぞ。ああ、努力していろんな企業に行ったらいいじゃないか。嫌です。嫌ですって言うけどな、確かにお前は夢を追いかけたいかもしれないよ。でも親御さんはどう言ってんだ。先生がそう言うと思って僕今日お父さんとお母さん呼んできてるんです。なんでだよお前。お父さんお母さん、三者面談じゃないんだ。
おい、誰誰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 誰、お父さんとお母さんです。お父さんお母さん、狭間の母の狭間ナンシーです。ナンシーってナンシーっていうの、狭間ナンシーっていうの、狭間の父の狭間シドビシャスです。おセックスピストルズ、お前セックスピストルズから生まれてんじゃねえかよ。うん、 J-POP 好きだっつってるで、絶対パンクやった方がいいだろ。今日は市役所を休んでやってまいりました。公務員なんすか。え、公務員なんすか。俺無職でやってほしかったな、どっちかっつったら。あ、そうですか。で、どうでした陽平。それが、先生が全然認めてくれないんだよ。いや、じゃないですよ。やっぱりね、息子さんは大学にいた方がいいと思いますよ。はい、頭がいいですからね。なんか、歌とか聞きました。聞きました。聞きました、陽平の歌とか。はい、対マンで聞きましたよ。あ、聞きました。はい、1対1で聞きましたね。フルテンションで聞きましたんで、それ聞いて、ないなって私は。何歌ったの。何、ブラッディ・メアリー。何有名なの。3枚目のシングルじゃないか。3枚目って何勝手に1枚目2枚目出してんすか。あれ聞いて、なんで先生の胸に刺さらないんですか。いや、だから刺さらないんですか、陽平の歌が先生の胸に。だから知らないですよ、そんな。聞いて、そういう風に言ってんのが無理だ、もう無理だって言ってんですから、しょうがないじゃん。刺さらないんですか。刺さらないです。通りません、そんなこと。通りません。何言ってんのお母さん。先生よ、そんなに J-POP が嫌いかい。は、風来坊だったおいらを誰も抱いてはくれやしなかった。狭間先生、ただ一人だけ狭間俺を抱いてくれた大バカ野郎がいた。狭間家、おい狭間家、何やってんの。そいつの名前は J-POP。 J-POP! うるさい、うるさい、学校ですから。俺はその J-POP と狭間元気なオープンカーにより海沿いのモーテルにしけ込んでます。何の話だそれ。ただ俺たちは抱き合うことも忘れて、スピーカーから流れてくるそいつに虜になったのさ。かっこいいな、歌詞な。なんかそいつの名前は J-POP。 J-POP! 聞いたよ、反転しなくていい。そう、みかん、ノー、はっさく、ノー、レモン、ノー、ユズ、イエス。うるさい。ユズイエスって、お前、あのミュージシャンのユズ好きなの。そうですよ。まあ、さっきユイ好きだっつなかったか。そう、ユイ、ノー、ユズ、イエス。お前が言ったんだよ。飛んでっちゃったよ、お母さん。なんか大丈夫、お前が言ったんだよ。で、なんでシドビシャス、シドビシャスもユズ好きなんですか。嘘でしょ。シド&ナンシー、ユズみんな好きでしょ、ユズは。ユズ、イエス。お母さん発信もあんの。すごい家族だね。お母さん発信もありますよ。いや、もういいです、わかりました。もういいよ、母さん、はい、父さん、これデブ曲歌うよ。お前デビューしてないからさ。デビュー曲歌う。いやいや、デビューしてないよ。デビュー曲歌う。3枚目聴いてんすよ。知らないですけどね。デビュー曲歌えば分かってくれるはずさ。あれ、じゃあ歌います。歌っちゃうの。僕のデビュー曲、分かることがあるんだよ。ないんだよ先生、何一つないんだよ。格差社会って全然 J-POP じゃないと思う。何うざいな、うざい。誹謗中傷、裏切り、戦争って何？何？この世はわからないことだらけ。お父さん何言ってんのこれ。お父さん本当好きじゃないんじゃない？大丈夫。でも僕にはわかることがあるんだよ。教えて！変わった。たった一つだけわかることがあるんだよ。だから教えて！なんで裸けたんだ。君を愛し。君になんかブツブツ喋ってんだよな。駅でも知らないんだよ歌。歌知らないから。なんだ、君はカモンって。ケーキが嫌いだったよね。知らねえよ。忘れてた。何言ってんの。あの3年前の笑顔を。いや、お母さん急にスイッチ入ってる。
カの前で。何の歌だよ。先生、どうですか。ねえよ。あります。